石原慎太郎先生のお別れの会に際し、参列者を代表し一言お別れの言葉を申し上げます。まず改めて石原先生に心より哀悼の誠を捧げさせていただくとともに、ご遺族の皆様方にお悔やみを申し上げます。私にとって石原先生の最初の記憶は、芥川賞作家としての先生でありました。先生の代表作太陽の季節を学生時代に読んだ時に感じた、ある種の痛みに似たような感覚、今でも鮮烈に私の中に残っています。その後の先生の政治家としての歯に衣着せぬ物言い、信念を貫くための果断な行動と相まって、石原慎太郎という強烈な個性に強く惹かれたことを覚えています。次に先生の存在を明確に意識したのは、私が政治家になった時のことです。私が初当選したのは1993年、石原先生はすでに25年近いキャリアを持ち、環境庁長官や運輸大臣といった要職も歴任された自民党の大先輩であり、際立った存在感を放っておられました。在職25年表彰の本会議での挨拶の中で、先生が辞意を表明された場面、あの場面は今でも私の脳裏に焼き付いています。その後の都知事をはじめとする先生の数々のご活躍は改めて申し上げるまでもありませんが、石原先生は私の大切な同志である石原伸晃さん、そして今同じ派閥で切磋琢磨する石原博隆さんのお父様でもあります。先生、石原先生の思いを引き継ぐお二人とともに、石原先生が愛したこの日本をさらに次の世代に引き継ぐために、政治の世界で微力でありますが全力を尽くす覚悟です。先生の御霊を前に改めてこの強い決意を申し上げ、私の追悼の言葉といたします。石原先生、安らかにお眠りください。合唱。令和4年6月9日内閣総理大臣岸田文雄。岸田様、ありがとうございました。